こんばんは、仙石堂でしょうでございます。さて、今晩は明治5年に行われた改暦についてのお話です。まあ、セゴドンの関連のネタでちょっと面白いのないかなと思って探してたんですが、これ面白いというかですね、もう怒りに震えながら資料を調べることになりました。さあ、どんな怒りが出てくるかっていうかね、皆さん絶対怒れると思いますよ。まず明治の改暦、どんなものだったかというところからのお話です。まず明治5年11月9日ですね、まあ、いわゆる改暦の布告というものが出されました。これによって明治5年の12月3日を明治6年の1月1日とするというふうに定められたわけなんですね。今まで使っていたのは太陰暦の中でも天保暦と言われるものでした。まあ、江戸時代に作られた暦ですね。そしてそれをグレゴリオ暦の太陽暦に変更をするというのが主なことなんです。ただですね、これ江戸時代に使われていた天保暦というのはかなり優秀で、太陽年と言われるもの、まあ、要は地球が太陽の周りをぐるっと一周するのにかかる日付が、グレゴリオ暦だと 365.2425 日に対して、天保暦というのは 365.2422 日と、実は太陽暦よりも優秀な暦を使っていたわけなんです。ただですね、この天保暦というのには2033年問題というのがありまして、もうちょっと先の話なんですけどね、現在の我々からすると。この天保暦を使い続けていくと2033年には9月か10月がなくなってしまう。8月9月11月か8月10月11月になってしまうというですね、一月まるっと抜けてしまうという問題もあってですね、まあいずれにしろ変更をしなければならない。さらにはその太陽暦で西洋人は動いているので、あのハリスの日記にもですね、こんな記述があるんですよ。日曜日にもかかわらず安息日には誰にも会いたくないのに日本人はのこのこやってくる、ちくしょう俺は誰にも会いたくないんだなんてね、記述が残ってしまうぐらい、まあ改暦自体には、比較的賛成だった人は多いようです。ただこれを現代人が今聞くと、なんであの時やっちゃったという話になるわけなんです。まあそのことはまたね、まだちょっと後に置いときましょう。そして変更の理由なんですが、まあまず大きな理由は明治政府がお金がないというのが主な理由です。まずですね、明治6年というのは天保暦を使うとうるう月を挟むことになるので1年間が13ヶ月になります。これが改暦をすることによって12ヶ月になることすることができると。これ何が便利かというと、当時月給制に変更したばっかり、つまり一月分の給料をまるっと払わなくてよくなるわけです。さらに12月は2日しかないので、2日しか働いてないのに給料払うのっていう感じで12月分もカットすることができる。つまり明治政府はまるっと2ヶ月分の人件費を削減することができると。こんなに美味しい話ないですよね。まあ払わされる、もらう方としてはたまったもんじゃないんですけど。さて、ではここからですね、怒りのところに入っていきましょう。改暦をしなかったらどうなのかという話なんです。改暦をしないと明治6年というのは、まあ休日がですね、1のつく日と6のつく日が当時は休日だったそうです。この1日6日に加えて、あと節句等の休みですねを加えると年間の休日が約4割、年間の1年間の約4割なので、まあ、145日、まあ、100、150日ぐらいですかね、あったはずなんですが、改暦をした結果なんと休みが50日にまで削減をされてしまうと。100日持ってかれるってでかいですよ。これ改暦しなかったら我々は年間150日の休日をエンジョイできたわけなんです。変えてくれたおかげで我々は年間の休日がガクッとね減る結果になってしまったわけです。まあ当時の人間に聞きたいですね、なんで変えたと。ただですね、まあちょっとね、働き方改革っていうのは、まあ、明治になってからもちょっとされてたようで、まあ、江戸時代ちょっといろいろ見てみたんですが、まあ、資料まちまちで、まあ、何が正しいかっていうのはちょっと言いにくいところではあるんですが、大体武士っていうのは三番勤めと言われるような形で3日に1度24時間勤務をすればよいと。下級武士だと9日に1度っていうね日記も見つけちゃったりして、9日に1度24時間働きゃいいってどんないい
い仕事だよっていうね感じですね。そしてですね、江戸城勤めの役人が大体どれぐらい働いてたかというと、大体10時出勤の13時終わりの、まあ、大体3時間勤務だったようです。まあそれに比べればね、明治の役人の人たちってだいぶ働いてたとは思うんですけど、まあそれでもね、150日の休日はでかいと思います。さあ皆さんの怒りはどうなんですかね。これたまる方なんですか、それともまあ働きゃいいよって思う方なんですかね。ということで、今宵のどうでしょうはこれまででございます。